加藤豪介、有言実行筆頭。日本ハム加藤豪が楽天との練習試合の6回から矢沢に代わり代打出場し、2打数2安打と気を吐いた。8回の先頭ではワンバウンドでフェンスに当たる右越え二塁打で出塁し、勝ち越しの生還。交代するまで3打数3安打だった矢沢にこの後も打って2番打者は5打数5安打にすると宣言して打席に立ち、今日に関しては内容よりも、矢沢との約束を果たせたのが良かったと振り返った。ようやっとる。なんか2人で勝手に意識高いことやってるんですけど、これがエリートの野球の楽しみ方か。楽しそう。こいつら2人ともルーキーなんよな。ハムの未来は明るいわ。加藤って指怪我したんだっけ？打撃では問題なさそうやけど守備ではどうなんやろ。豪介は指治ったらサード守ってもらおうか。もう何年もチームにいるベテランみたいな雰囲気出してるもんな。気さくなおっさんに見えるけど打席入ってる時の睨みがかっこよすぎる。性格めっちゃ良さそう。年齢以外弱点がない男。他屋が普通に首位打者争いするんやないかと思うわ。あとフォームが外人みたいでかっこいい。フォームが日本人離れしてる。ベンチではニコニコなのに打席だと人殺しそうな顔するの。ほんま外国人って感じ。